初代、北村六郎から1961年5月16日は、明治昭和期の新派の大山俳優、東京市日本橋区立花町の役所問屋に生まれた。本名は六郎。少年期、デッチ暴行に出され、帰って雑敗に凝り、その仲間と素人芝居をしていたが、1892年、青柳捨ステゾー一座で初舞台を踏み、その時の兄役、 いい用法に進められて、青柳一座の北海道巡業に加わり、新派俳優への志を固めた。1893年から、東京の芝居に加わった。北村緑や、北村六郎を芸名とした。1896年、高田実、秋月葛太郎、沙織慶一郎らと、整備団を結成し、大阪の角座、朝日座などで新派の上演を続けた。 創始芝居と違う、写実的な芸風の一座であった。泉京華の原作を、花房流街が脚色した、滝の白井とは、明治28年、川上はじめ座が、駒形浅草座で初演し、翌年の暮れ、北村六郎が白井とを演じて、賞賛を博した。扶助記を初演した。1904年独立し、北区にあった、大衆劇場、天馬座によった。 1906年、一足早く帰った、高田実に招かれて、東京に戻り、本郷座の一座に入った。1908年、いい用法と組み、新富座で、泉京花の、湯島の境内を台本にした、不景図を所演した。同じく、鏡花物の、白鷺、日本橋も所演した。秋月、高田などが要去り、1917年頃からは、いい。 河合竹雄と共に、心派の三頭目と呼ばれた。ほとんど女役ばかりを演じながら、洋服に凝り、はまを離さず、コーヒー、ウイスキーを好み、輸入映画を見回り、麻雀、ゴルフに興じる紳士であった。そして歌舞伎に詳しかった。1939年、愛弟子の花柳翔太郎はじめ、龍江二郎、大谷一二郎、 石井博らが新生新派を結成し、北村、河井らは本流新派に残ったが、本流新派が次第に無人になった戦後は新生新派にも出演し、1949年からは大合同した劇団新派に属した。1948年77歳、芸術委員会員に選ばれた。1955年、重要無形文化財保持者に認定され、 また、文化功労者に選ばれた。1961年、三鶴90歳を目前に没死した。外村に演出家の犬一郎がいる。妻、旧久,久子と共に2016年9月に長年、秋明石だったが、新たに歌舞伎から心配移籍した二代目市川月の、助が二代目北村六郎を襲名した。ありがとうございます。